雨が急に降り出した闇雲と感じたから、そよ風になび君の髪想いを君へ届け。いいじゃない、誰にもバラさないから、だけどだんだん草剣いないね、わけわからないけど、まずご飯にしよう、悩み事飛んでよけ、残業も飛んでよけ、トラブルも飛んでよけ、邪魔者目飛んでよけ、迷惑は飛んでよけ、スレムじゃ飛んでよけ。なんかかわいそう。雨が急に恥ずかしいこと言わせないで。月の短い